後半戦は琉球大学のキックオフで試合再開という形になります。琉球大学のキックオフキッカーは21番のプレイヤーが務めます。21番竹本、糸島高校出身の4回生です。久留米大学リターナーに81番と8番が配置されています。8番は本日校長の元田、81番は北野、北野は鹿児島高校出身の2回生です。久留米大学8番がリターンに入りました。しかしこれは琉球大学カバーよく久留米大学陣20ヤードからの攻撃に変わります。さあ後半最初の攻撃シリーズは久留米大学からという形になります。ボールオンは自陣20ヤードに位置されました。この位置から久留米大学の攻撃に入ります。久留米大学ファーストダウン10、ここでホイッスルが鳴っています。ここで琉球大学いきなり後半最初のタイムアウトを取りました。久留米大学が素早い攻撃を展開しようとしたため、ここで守備落ち着かせるためにタイムアウトをあえてここで使用しました。さあ久留米大学自陣20ヤードからの攻撃に入ります。久留米大学ファーストダウン10、ナイスラン、ファーストダウン。ここで久留米大学まずアイフォーメーションからのパワープレーで中央テールバックに入った7番にランプレーをさせまして攻撃権更新です。久留米大学ファーストダウンを取っています。自陣33ヤードに入ってくる大学ファーストダウン続けます。さあ同じくアイフォーメーション、今度は琉球大学が対応します。同じく7番のランプレーでしたが、これは琉球大学56番が対応しましてノーゲインとしています。56番は阿部、盛岡北高校出身の4回生です。ゲイン2ヤードあった模様です。従いまして久留米大学セカンドダウン8、ナイスランファーストラン。今度はショットバンフォーメーションからランニングバック、7番にボールを託しまして7番一気にスピードに乗って攻撃権更新です。久留米大学ファーストラン。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。試合再開となります。久留米大学自陣45ヤードからファーストダウン10、ナイスランファーストダウン。ランニングバック4番貫禄を託されまして中央突破を図りましたが、ここはディフェンスの壁厚く右にバーンアウト、結果的に右オープン独走する形で攻撃権更新です。久留米大学ファーストダウン、見事攻撃権更新果たしましたが、ランニングバックに入りました4番の泊です。興南高校出身、
久留米大学相手陣43ヤードに入りましてのファーストダウン10。これは琉球が踏ん張ります。同じく何枠4番の突進にかけましたが、ここは琉球77番72番が殺到しまして、このランノーゲインと書いています。琉球72番は石田、寝屋川高校出身の2回生です。77番は竹本、長崎日本大学出身の1回生。久留米大学セカンドダウン10。パス成功。クォーターバック1番右に展開しておりましたワイドレシーバー8番にパスを通し、8番タックル受けながらセカンドへフォートで約7ヤードのゲインと変えています。パスを通じましたクォーターバック1番は前川、西日本短大附属高校出身の2回生です。久留米大学サードダウン3。パス成功。ファスター。クォーターバック1番今度は左に展開したワイドレシーバー8番にパスを通しまして攻撃権更新。久留米大学ファスター。ここはクォーターバック1番前川、ワイドレシーバー8番元田のホットラインが機能しています。久留米大学相手陣28ヤードからファーストダウン10。今度はランニング枠4番にハンドオフ。4番タックル受けながらスピンブームで約6ヤードのゲインをしています。キャリア4番は泊まり、江南高校出身4回生。久留米大学セカンドダウン4。これは琉球ナイスディフェンス。中央へのランプレーを敢行しようとしましたが、これを琉球大学72番素晴らしい対応しましてノーゲインに変えました。見事な対応したのは72番の石田でした。寝屋川高校出身の2回生。さあ久留米大学アイフォーメーションに変えましてのサードダウン4。ナイスラン、ファーストラン。テイルバック4番ハンドオフを受けまして右オフタックルを突破、見事攻撃権更新としています。久留米大学ファーストラン。ここはランニングバックに入りました4番泊まりのランプレーが好調に機能しております。久留米大学相手陣16ヤードからファーストダウン10。一気にタッチダウン狙わんとする久留米大学のパスプレー、これを琉球大学4番がインターセプト。そこから一気に大きく返しまして相手陣に逆に迫らんとする素晴らしいビッグリターンを決めました。インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー。見事インターセプトリターンを決めましたのは琉球大学4番の羽田、仙台高校出身の2回生です。さあここで大きな大返しがありまして、
ここでしかし反則があった模様です。ファイト出るよ。先ほどのリターン中に琉球大学に背後からの不正なブロックがありました。オフェンスチーム、ボールを持っているチームは相手選手を後ろからヒットしてはいけません。この反則は危険な行為のためにそこでプレーが終了し、そこからのペナルティが課されます。どうやら反則がありました地点は琉球大学陣の35ヤード付近の模様です。失礼しました。反則が施行されまして、琉球大学自陣36ヤード、37ヤードの位置にボールがセットされております。しかしインターセプトそのものは成立しております。従いまして攻撃権変わりまして琉球大学の攻撃に変わります。試合再開です。琉球大学自陣37ヤードからファーストアンテン。現在負傷者の対応のために試合そのものが中断という形を取られています。試合開始再開となりますのでしばらくお待ちください。
と、音がありましたように、ドクターヘリが隣の芝生の方に着陸しております。ドクターヘリの離陸を待ってから試合を再開したいと思います。ドクターヘリの離陸を待ってから試合を再開いたします。先ほどのプレー中に選手が負傷しまして、ドクターヘリが今到着しております。このドクターヘリの対応が終わりますので、試合の方は中断となりますので、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。さあ、これより試合再開となります。先ほど中断となりました琉球自陣37ヤードからの攻撃という形で試合再開です。琉球大学ファーストダウン10、さあ、まずランプレーから展開を始めようとしましたが、これは久留米大学ディフェンス殺到しまして、このランむしろロスに変えています。琉球大学セカンドダウン12、ボールオンは自陣36ヤード。ここでハンドオフオプションでクォーターバック自らのキープを選択しましたが、これを読みまして琉球、失礼しました、久留米大学ディフェンス陣殺到し、さらに3ヤードロスを奪っています。琉球大学サードダウン16の状況、クォーターバック15番下がりまして、ワイドレシーバー9番にパスを通しました。しかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。パスキャッチしましたのはワイドレシーバー9番の高畑でした。明星学院高校出身の3回生。琉球フォースダウン6、パントフォーメーションを選択します。ここでホイッスル。オフェンスの反則です。ディレイオブザゲーム、遅延行為の反則がありました。オフェンスチームは制限時間内にプレーをしなければいけません。5ヤード抜体しフォースダウンやり直しとなります。琉球大学フォースダウン11、パントフォーメーションを取っています。ここでイエローフラッグ、反則が発生しました。
オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。先ほどのプレーでオフェンスチーム揃ったスタートが切れておりませんでした。5ヤード抜体しフォースダウン、やり直しです。このパントはリターンがしづらい低い弾道で蹴り出しました結果、久留米大学附近13ヤード付近でボールがとどまりました。ナイスパントです。これによって久留米大学の攻撃は自陣13ヤードからと変わります。久留米大学自陣13ヤードからファーストダウン10。これは琉球ナイスディフェンス。まずランプレーから久留米大入ろうとしましたが、これを琉球大学56番見事な対応でロスタックルに変えました。2ヤードロスにしています。素晴らしいタックル決めたのは琉球大学56番の阿部、盛岡北高校出身の4回生です。久留米大学セカンドダウン12。さあここでランプレーを投入しましたが、ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。ディフェンス側にパーソナルファウルがありました。不必要なラフ行為があった模様です。15ヤードの抜体となります。従いまして久留米大学15ヤード前進し攻撃権更新となります。久留米大学ファースダウン。久留米大学自陣34ヤードからファーストダウン10。ナイスラン、ファーストダウン。南学4番アイフォーメーションのテールバックに入りまして、ハンドオフから右オフタックルを突破し攻撃権更新です。久留米大学ファーストダウン。左バック4番は泊まりです。興南高校出身の4回生。久留米大学自陣49ヤードに入りましてのファーストダウン10。
残り20、10、エンゾーン、タッチダウン。なにわピョンバン、ハンドオフを受けまして右オフタックル突破、そのまま相手ディフェンスを振り切って右サイドライン独走し、そのままエンドゾーン囲んでタッチダウン。久留米大学6点追加となります。見事なタッチダウン決めましたのは久留米大学4番の泊まり、興南高校出身の4回生です。このトライフォーポイントのキックはしかし失敗です。6点止まり、久留米大学23点、琉球大学0点となりました。しかし久留米大リードを広げる形に成功しております。さあ、久留米大学のキックオフで試合再開となります。さあ、ここで琉球大学はリバースプレーを展開しました。リターナー23番ボールを受け取りまして右オフタックルを突破、自陣35ヤード付近からの攻撃を得ます。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。23番は金子、佐世保西高校出身の2回生です。
さあ試合再開となります。琉球ファーストダウン10。パス成功。クォーターバック15番右に展開したワイヤルシーは9番にパスを通し約9ヤードのゲインとしています。見事なパスを投じましたのはクォーターバック15番のテルヤ、小座高校出身4回生。取りましたワイドレシーバー9番は高畑、明星学院出身の3回生です。から自らキープ、一気に相手のディフェンスを裏を向き左オープン独走し攻撃権更新です。琉球ファースト素晴らしいランをしましたのはクォーターバック15番のテルヤ、小座高校出身4回生です。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして、久留米大学23点、琉球大学0点で最終クォーター第4クォーターに移ります。